なるみりこは、日本の女優、ファッションモデル。本名及び、旧芸名、塚本りこ。県音所属。神奈川県横浜市神奈川区生まれ、同県川崎市育ち。堀越高等学校卒業。1997年に、セントラル子供劇団に入団する。2000年7月、トリックで、仲間幸恵が演じる、主人公、山田直子の少女時代役を演じて、 ドラマデビュー。2002年のトリック劇場版はドラマとは別の役で出演。2004年、芸名をナルミリコに改名すると同時に所属事務所を検温に移籍2005年4月、ルリの島でドラマ初主演。2007年4月、振動で映画初主演。この映画と主演2作目である明日の私の作り方での演技力が評価され、同年11月に、 第31回、山地文子映画賞新人女優賞を受賞。また9月には、川崎市の文化、芸術、福祉、スポーツなどの分野で功績のあった若手に贈呈される、アゼリア、輝き賞を受賞した。2008年1月、第62回毎日映画コンクールスポニチグランプリ、新人賞を受賞。3月、映画、ライラの冒険黄金の羅針版で、声優デビュー。 2009年1月、日本ジュエリーベストドレッサー賞を受賞。8月、プロ野球、オリックスバファローズ VS 埼玉西武ライオンズ18回戦で、始球式を務めた。2010年、昨夜この花で主演を務め、時代劇に初挑戦。2012年、平野清盛で、NHK 大河ドラマ初出演。2020年9月23日、 一般男性と同月中旬に結婚したことを所属事務所を通して発表した。主な作品のみを記載。ありがとうございます。